します。父なる神様、2018年の、最後の、日曜日の、教会での、礼拝を、捧げる、恵みに今日皆様と共に預かれることを感謝いたします。主が、この1年間を、振り返りながら、一人一人に今日、この場所でお語りくださることを期待いたします。この時間、聖霊に、お委ねし期待いたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、皆さんおはようございます。はい、今朝はですね、安息の神という、テーマで、お話しさせていただきます。ちょっとですね、電気をもしかしたら どこだこれか、こういう感じすると多少ね見やすくなるかなと思うんですけれども、はい、ですね、今日はですね、賛美の中でもですね、ありましたけれども、今年1年最後の、礼拝ということで、ですね、今日最初にちょっと質問をね用意したんですよ。2018年もあと37時間となりましたと。はい。あと37時間で、2018年が終わるわけなんですけれども、今年やり残したことは何ですかと、いうことをちょっと皆さんに、考えていただけたらなと思うんですね。で、やり残したこと、たくさんあるよと、いう方もいらっしゃるかもしれませんし、もう何もないよと、やり残したことはないという方もいらっしゃるかもしれませんね。で、まあ、あえてですね、ここで時間を取って分かち合いとか、することは、しませんけれども、皆さん心の中に、ちょっとどんなことがあるかなということをちょっと考えてみていただきたいんですね。ほとんどの方が多分、今年やり残したことこれかなとか、あるんじゃないかなと思うんですよね。で、はい。まあ、来年それをやりましょうとね、言うと思うじゃないですか。そうじゃないですよ。そうじゃなくて、今日はですね、そういう話ではないです。そういう話ではなくて、それでいいんですという話です。はい。イエス様はこうおっしゃってるんですね。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。6はその日その日に十分ありますと、マタイ6章34節でおっしゃってると。で、これ、ちょっと拡大解釈しますと、こう言えるかもしれないですね。来年のことは来年が心配しますと。労苦はその年その年に十分ありますと。なので、皆さんの中にはですね、今年末年始の、休みだよという方が、おそらくほとんどじゃないかなと思うんですけれども、その時に、これをやり残したなとか、来年これをしなければならないなとか、思う前に、まず休むということを今日は、お話ししたいんですね。よく私のメッセージに出てくるリック・オーレン牧師というアメリカの有名な牧師がこういうことを言ってるんです、メッセージの中で。心配は無神論の実践であるって言ってるんですよ。つまり神はいないという哲学の実践が心配するということだと。逆に神がいるということの実践は心配しないということだと。なぜかというと、休むということは神が働いてくださるという信頼の表れですね。私たちを休めるんですよ。なぜなら神様が私たちが休んでいる間にも働いてくださると信じているからですよね。で、逆に休まないあるいは休めないということは神が働いてくださると信じてない証拠なんですね。ということを、リック・オーレン牧師は心配は無神論の実践であるという言葉で表していると。はい。エクササイズっていうね、命の言葉社から出ている、本がございまして、1巻から3巻まで3冊あるんですね。で、最近3巻が出たんですよ。で、私は1巻2巻読みまして3巻はまだ読んでないんですけれども購入しました。で、著者はですね、ジェームズ・ブライアン・スミスという、まあ、アメリカ人の牧師なんですけれども、この本何の本かと申しますと、霊的鍛錬に関する本です。まあ、私たちがどのように霊的に成長していくのかということに関する本なんですよ。
で、この本はですね、いわゆる、まあ、弟子訓練とか霊的訓練と言われる本の中ではちょっと毛色が違うというか異質なんですね。どういう異質点が異質かというと、この本の前提は人は努力では変わらないという前提から始まります。一生懸命聖書を読んだりとか一生懸命祈ったりすることによって私たちは成長するんじゃないよというのがこの本のまず前提です。じゃあ何で変わるのというと3つ挙げています。1つは物語、2つ目が訓練、そして3つ目が共同体というんですよ。つまり私たちがどんな物語を前提に人生を歩んでいるかということが1つ、その次はまあ訓練ですね、鍛錬、霊的鍛錬と言われるもの、そして最後がどのような共同体に属しているのか、この3つだよと。なので私たちのまあいわゆるなんて言うんでしょう、その聖書を読みましょうとか祈りましょうとか伝道しましょうみたいなのって、この3つで言うと3分の1に過ぎないよと。この残りの3分の2が結構今まで見過ごされてきたよねという本なんですよ。で、この本のですね、第一章が非常に面白くてですね、第一冊目の第一章に第一の霊的鍛錬として出てくる話が非常に面白いんですよ。第一章の霊的鍛錬何かというと寝ることなんですよ。はい。で、この本を、日本語に訳した人は、この人でして、松本正弘先生と言いまして、カンバーランド講座協会というですね、柳沢みどりさんが属している協会の牧師で、FBI の役員をしてくださっていて、私もいろいろ、こう、個人的にお世話になっている先生なんですけども、第1課の後書きにこういうことを先生が書いてるんですね。最初の訓練が寝ることだというのが本書の驚きだったと。で、神様が人を作って最初にするように導かれたのも寝ることだったと。はい、創世記2章に、神は人を深い眠りにつかせとあります。で、睡眠から女が生まれたんですね。はい、ということは睡眠は最大の想像力の源泉と言えるかもしれないねということを、松本先生は役者後書きで書いてます。で、私自身の話をしますとですね、私自身はですね、2013年から15年までのこの2年間、燃え尽き症候群になりまして、うつ病になりまして、そして、闘病をしたんですよ。で、まあ、この2年間の闘病の話は何度かね、講談からも話させていただいたんですけれども、この2年間で私はですね、うつ病であったりとか燃え尽きに関する本を、2年間の間に多分200冊以上読んでると思うんですよね。で、最初は本全く読めなかったんですけれども、その本を読める時期には、そういった本を何とかこうヒントを得ようとして読んだわけですよ。で、いろんな人がいろんなことを言ってるんですけど、うつ病というのは共通見解として多くの人が、まあ、その200冊に共通していることがあるとしたら、うつ病というのの本質は脳の疲れだってことなんですね。はい、つまり脳を使いすぎてもう回復不能なまでに疲労してしまった状態、これがうつ病だよと。で、下園壮太さんというこの人は自衛隊のメンタル教官をしていたうつ病の専門家なんですけれども、うつからの完全脱出という本の中でこう書いてるんです。うつの本質は疲労であると。疲労であるから休めば回復すると。ところがその休むことが実際はとても難しい作業なのだと書いてあるんですね。で、なので、疲労なので、休むことが本質的な治療なんですね。なので、薬を飲むこととか、カウンセリングを受けることとか、そういったことって全部補助的なんですよ。本質的な薬は休むこと以外ないというのが共通見解です。いろんな精神科医の人がいますけども。で、うつ病ってね、誰でもなるんですよね。脳梗塞とか心臓病とか癌とかと一緒で誰でもなります。私は絶対にうつ病にはならないと言ってる人は、生涯絶対癌にはならないと宣言しているのと同じで、あまりその言葉に意味はないです。で、でも、脳梗塞になりやすい体質、なりにくい体質ってあるじゃないですか。それと同じで、性格なんですね、うつ病の場合は。なりやすい性格、なりにくい性格っていうのは分かってて、ちなみに最もね、なりにくい性格ってあるんですよ。で、どういう人かというとね、自分以外どうでもいいという人なんですね。はい。つまり、その人ってね、ストレスがないんですよ。周りはめちゃくちゃストレスあるんですけど、自分自身はノーストレスなんですよ。この人ね、めったにならないです、うつ病に。じゃあ逆になりやすい人誰かというと、まあ、真面目で他者に気を使える人だと言われていまして、そうしますとですね、
療養で最も大切なことは休むことなんですけども、この性格を考えたときに、療養で一番難しいのが休むことでもあるわけですよ。そういう人って真面目ですから。で、私自身もですね、2年間療養したんですけれども、上手に休めるようになるためだけに6ヶ月かかりました、私の場合は。で、その後に、休んでいくうちに、なんかもしかしたら回復しているかもしれないな、みたいな時期があって、で、結局、こう、もう2年間、かかったという。なので、私はですね、多分、こう、休むことに関する博士号みたいなものがあれば、もう持ってると思ってて、なので、今日は安息日について語りたいと思うんですね。で、本日のテーマは、安息日です。3つのポイントがあります。1つは、安息日とは何か。2つ目、安息日は何のためにあるのか。3つ目、安息日に何をするのか。この3つで話していきたいと思います。まずはですね、安息日とは何かということですけれども、まず安息日はいつ始まったでしょうという質問があります。で、これはですね、まあ、教会学校なんかで聞かれそうな質問なんですけれども、一つの答えに、十戒、モーセがね、十戒与えられたときに始まったんだよと。安息日って十戒の第4回ですからね。という答えがあるんですけれども、これはね、正解じゃないんですよ。はい。正解じゃないんですね。正解は何かというと、天地創造の7日目なんですね。で、結構忘れがちな事実がありまして、安息日の歴史ってユダヤ教よりも古いんですよ。ということは当然キリスト教よりも古いんですね。で、聖書の歴史観、これを直線で表しますとこうなります。まず天地創造があるんですね。光、闇、陸。海、陸、植物、太陽、月、星、鳥と魚、家畜と獣と人間、この順番に神様は6日間をかけて天地創造されたというところがありますね。で、終わりもあるんですね、歴史には。キリスト教の歴史観でいう終わりは、キリストの再臨と新天新地の創造です。再創造ですね。で、今どこにいるかというと、この辺にいるんですよ、私たちはね。で、ここからここの期間というのは誰も知らないです。聖書にキリストすら知らないと書いてありますから、これがこの時期だと私は思うという人がいたら、その人は例外なく嘘つきですね。だってキリストすら知らないことをなんであなたが知ってるんですかってことになりますから。はい。なので、これって2時間後かもしれないし、2000年後かもしれないし、2万年後かもしれないです。誰も知らないということだけが分かっていることです。はい。で、この前に何があったかというと、教会の誕生があり、キリスト教の誕生があり、新約聖書の完成があるわけですよ。で、その前に何があったかというと、キリストの誕生、宣教師と復活があります。その前、出エジプトと実会の啓示があります。この時にユダヤ教というものが確立されたと言われています。で、ユダヤ教の起源はもっと前にありまして、それはアブラハムの証明に始まると言われています。創世記の12章ですね。じゃあ、安息日、というのは、このグラフの中でどこにあるかというと、ここなんですよね。むちゃくちゃ古いんですよ。もう人類の歴史と同じだけ古いわけですね。創世記2章の1から3節ですね。こうして天と地とその万象が完成した。神は第7日になさっていた技を完成し、第7日になさっていたすべての技をやめられた。神は第7日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからであると。これが安息日の起源です。はい。トマス・ケイヒルという人がですね、ユダヤ人の贈り物という本を書いてるんですよ。で、これサブタイトルは、文明を作り出した砂漠の遊牧民っていうタイトルなんです。この人は、信仰的な視点というよりは、人類学ですね、人類の歴史、まあ、歴史学者なんですけれども、人類の歴史という観点から、ユダヤ人が人類に何をもたらしたかということを、一冊の本にまとめたというのがこの本なんですよ。で、彼が指摘するところによると、まあ、砂漠の遊牧人っていうのは、まあ、とりもなわさずアブラハムたちのことなんですよ。で、アブラハムが神の声を聞いて、そしてそれに従って出かけたところで、人類の歴史は分岐してるっていうんですよ。その前まで、人間は自分の未来を変えられるっていうふうに思ってなかったんですって、この地上の誰も。一神教というものがありませんから、多神教しかなかったんですね。それまでは。人類には。
で、多神教の世界で歴史って何かというと、まん丸なんですよ。円環なんです。なので人間って同じところをぐる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 回ってると。しかもその未来は選べるものではないということが常識だったんです。その常識を変えたのがアブラハムの証明なんだということから始まります。そしてこう書いてるんですね。ユダヤ人は全く新しい語彙を作ったと。私たちはユダヤ人であることなしには、朝起きることも通りを横切ることもできないと。つまり、今生きている、この地球上に生きている70億人ですね、全員が無意識のユダヤ人だと言えると彼は言ってるんです。それはなぜかというと、彼らが新しい言葉を作ったからだと。続けますと、私たちはユダヤ人の夢を見、ユダヤ人の希望を希望する。私たちの最良の語彙の大部分、例えば新しい、冒険、驚き、独自の、個人の、人柄、使命、時間、歴史、未来、進歩、精神、信仰、希望、正義。これらはユダヤ人の贈り物であると。もしあの時、アブラハムが信仰の一歩を踏み出さなかったら、こういった言葉自体がこの世になかったであろうというふうに彼は言っているんです。で、他の箇所ではこう言ってるんですね。ユダヤ人以前の古代社会には休む日はなかったと。ユダヤ人の数々の贈り物の中で安息日っていうのを彼は指摘するんですよ。宇宙を創生し、休息した神は人間にも同じことを命じ、週一度の祈りと勉学と楽しみ、過去再創造へ人々を誘う。自由と創造性はこの戒めに直結している。余暇なくして創造なし、自由なる民は神の創造性を自由に模倣できる。7日に一度のこの区切りなしで生きている人間は、その分だけ空虚で内実に欠けていると。はい。まあ、ユダヤ人が、まあ、安息日ってユダヤ人以前にも神様定めているんですけど、それを言葉化したんですね。それが人類の歴史を変えた、その大事なものが、安息日というものでもあるよということですね。まとめますね。まとめますと、安息日とは何か、第7日。これ、金曜日の日没から、土曜日の日没ですね。ユダヤ教では。で、キリスト教では、まあ、日曜日になってたりするんですけれども、まあ、いずれにせよ、週の中の1日ですね。人間。これ、ユダヤ人だけじゃないよというのがポイントです。すべての人間が休むという神の定められた決まり事です。そして神が人間と被造物を作った直後、他の何よりも大切に思われ設立された制度なんですよ。はい。二つ目のポイントに移っていきますね。安息日は何のためにあるのか。このヒントはですね、イエス様の言葉に、見つけることができます。マルコによる福音書の2章23から28節というところで、これはですね、かいつまんで言いますと、安息日に、イエス様と弟子たちが、麦畑の麦を摘んで食べ始めたんですよ。それを見ていたパリサイ人たちが、あれ、それって労働に当たるんじゃないのって言って、イエス様を批判し始めたんです。で、それに対してイエス様は答えます。それはダビデたちが、実は安息日にしたっていう記事が旧約聖書にあるよと指摘します。その後にさらにイエス様がおっしゃったのがこの言葉ですね。安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありません。ですから人の子は安息日にも主ですと言っています。つまり安息日という制度のために人間があるのではなくて、人間のために安息日という制度があるんだよっていうことですね。アメリカにですね、西部開拓時代というのがあるんですよ。で、この時代って、まあ、ヨーロッパから移民ですね、アメリカはね、移民国家ですよ。で、最初の13州かな。つまり、まあ、ボストンとかニューヨークとか、今の東海岸の都市に人々はたくさんの町を作りました。で、その後に、人々は西へ向かっていたんですよ。西に何があるかというと、まあ、一番西にカリフォルニア州がありますね。で、この時代ってゴールドラッシュとも言われてまして、カリフォルニア州のことを別名ゴールデンステートっていうんですよ。で、なぜかというと、その時代に、カリフォルニアで金脈が見つかったんですね。なので、そこに我先にと言って、そして金鉱を発見することができたら、もうアメリカンドリームですね。大富豪になることができるらしいぞという噂を聞きつけて、ゴールドラッシュと言いまして、人々は滅馬車を買ってですね、まあ滅馬車、当時車ありませんから、馬に、まあ、家を引かせるわけですよ。で、その中に一家で、移動していくわけです。で、大草原と小さな家、
ていうね、有名な小説ありますけれども、この時代の話ですね。で、まあ、いろんな人がいろんな理由で行ったわけですよ。で、もちろんその黄金が欲しいと思った人もいるし、自由の地を、ちょっともう東海岸窮屈だわと思って行った人もいるかもしれない。ちょっと東海岸寒すぎるんで、暖かいところに行きたいって言った人もいるかもしれない。まあ、いろんな理由があったんですけれども、その中には当然クリスチャンもいたわけですね。で、敬虔なクリスチャンや牧師家庭は、日曜日に休んだんですって。それは神様を礼拝するためだったんですね。大草原と小さな家は、まさにこのクリスチャン家庭の話ですよね。礼拝するシーンとか出てくるんですよね。で、だけど、実はですね、それだけじゃなかったんですよ。ビジネスマンたち、信仰を持たないビジネスマンたちはバカめと。日曜日に休んだらそれだけ遅くなると。黄金は俺たちがいただいたぜとかって言って、彼ら追い抜いていったんですよ。ね。で、結果何が起きたかというと、日曜日に休んだグループの方が早く着いたんですって。これ考えてみたら当たり前の話で、私獣医ですけれども、馬も生き物ですから、疲れるんですよ。なので休んだ方がパフォーマンスは高くなるに決まってるんです。で、あと人間って旅をするっていうのは脳をずっと使いますよね。これどっちに行ったらいいかなとか。判断の連続なんですよね、旅ってね。で、多分、一日も休まずに行ったグループは、結構重大な判断を間違う可能性が高まるんですよ。なので、日曜日に休んだ方が早く着くっていうのは当たり前の話なんですね。気力より体力っていうね、本を、吉越幸一郎さんという人が書いてて、この人がですね、もう一冊、君はまだ残業しているのかっていう本を書いてるんですよ。この、まあ、私この2冊読んだんですけど、この吉越幸一郎さん何者かと申しますと、はい、有名な経営者なんですね。1986年にトリンプインターナショナルジャパン株式会社に入社。92年に同社代表取締役社長に就任。トリンプインターナショナルって下着会社ですね。で、毎日開催される早朝会議での即断即決経営を武器に19年連続増収増益を達成しています。また、デッドライン、残業ゼロ、頑張るタイム、課長以上への毎年2週間連続の有給休暇取得義務等、スピードと効率重視のユニークな経営手法で赤字続きだった同社を、女性下着業界第2位の企業に成長させたという、まあ、実業家といいますか、経営者ですね。非常にまた影響力のある日本の経営者です。で、この人がですね、この二つの本、両方に紹介されているエピソードがありまして、それは、吉越さんと部下の社員の間の会話、そして E メールのやり取りなんです。どういう会話かというと、部下がですね、社長と、仕事が忙しいですと。そうすると、吉越さんは、君は8時間寝ているかって聞くんですよ。で、部下が、いや、だから聞いてました。忙しいんですよと。で、そしたら、吉越さんは仕事が忙しいんだね。ならば、8時間寝ろ、というと。こういう、問答が紹介されてるんですけども。吉越さんがですね、自分が19年連続増収増益を達成できた秘訣というのを自分で言ってるんですけど、それが何かというと、毎日8時間寝たことだって言ってるんです。他にも、毎年夏休みを3週間、冬休みを1週間確保したことが秘訣なんだって言ってます。で、彼は、いいリーダーの条件はよく寝ることだと言ってます。で、寝ないなんて怠惰だと。よく寝ない状態で仕事に来るなんて、もう半分、ちょっと干からびた脳みそで仕事に出てきてんだから、そんなの怠惰だろうと。ちゃんと寝てから来いってことですね。はい。いい仕事をするためには全く仕事をしない時間が必要だと彼は言ってます。で、こういうことを言いますと、多分吉越さんの周りもいっぱいいたと思うんですけども、いやいやいや、だから忙しくて寝る時間がないんですよ、とおっしゃる方がいるかもしれませんね。で、きっといると思うんですよ。だけど、一つのデータを提示しますと、テレビね、日本人の1日のテレビ平均視聴時間数どれぐらいだと思います？
大体ね、平日が3時間強で、休日は4時間弱だそうですね。で、こういうことを言いますと、またいやいや、このテレビ見てるのって結構お年寄りじゃないですかと。今若い人ってテレビ見てないんですよ。これ実際そうなんです。実際データ的にもそうなんですけど、でももう一つのデータを提示しますと、スマホね、はい、1日の平均スマホ利用時間どれぐらいかというと、毎日3時間強です。多分毎日3時間強仕事のメールだけをスマホでしてる人は珍しいでしょうから、きっと SNS の何かのチェックであったりとか、ニュースサイトを読みふけったりとか、スマホゲームとかっていうことが3時間強ってことですね。ということは、どの世代も多分スクリーンの前で、テレビにしろスマホにしろね、スクリーンの前で過ごす時間はだいたい3時間から4時間平均して、日本人は過ごしているということが言えると思います。で、多分この時間を睡眠に当てたら、多分8時間ぐらいは寝れるんじゃないですかね。で、この時間も全くないんですと。でも寝れないんですという人がいたら、もう仕事が忙しすぎてと。その人はぜひ転職していただきたいなと思いますね。死んでしまいますから、人間はそういうふうにはできてないので、はい。仕事はそれだけではないから、転職っていうのはありだと思いますね。はい。で、柳沢みどりさんね、ここにも来てくださいました。で、21世紀にキリストを生きるという、まあ、支援者の人に、レターをね、書いているんですよ、活動報告の。その中で、12月号の中で紹介されていた新聞記事の特集がありまして、それちょっと私印象的だったので紹介しますね。どういう記事かというと、ユダヤ教徒の話なんですよ。で、敬虔なユダヤ教徒って、まあ、金曜の日没から土曜日の日没まで24時間仕事をしないです。絶対仕事をしないですね。なので、イスラエルでは、この24時間って、エレベーターが1回おきに止まるんですよ。これ本当の話で。なぜかというと、2階、1階から3階まで行くと、もう労働になっちゃうから。その線引きがもう訳が分かんないですよ。それは分かんない。一回なら、ギリ、労働じゃないということになってるらしいんですね。で、なので、10回まで行くのに、9回止まるんですよ。シャバット、安息日の日は。で、それぐらい厳格にやるわけですよ。その、敬虔なユダヤ教徒という人は。で、彼らはですね、金曜日の日没から24時間、厳格ですから、スマホをオフにするんですって。ね？で、現代世界で、1週間のうち24時間スマホを必ずオフにしてる人って珍しいと思うんですよね。でもユダヤ人は安息日という理由でそれをしてるんです。で、多分それは彼らの健康にもつながっているし、彼らの精神的、健康さといいますか、にもつながってると思うんですよね。で、この記事の最後にこういう格言が紹介されてたんですって。それはですね、ユダヤ人が安息日を守ったのではなく、安息日がユダヤ人を守ったのだと。で、イエス様がおっしゃった通りですね、安息日は人のためにあるんですよ。私たちを守るために安息日があるんであって、私たちが安息日を守らなければいけないではないんです。はい。最後、3ポイント目です。安息日に何をするのか。まあ、括弧何をしないのかということですけれども、これは出エジプト記の20章8節から11節、ここに集約されていますね。で、これ長いんですよね。実会の箇所ね、出エジプト記20章を暗記しようと試みたことがある人なら誰でも知ってると思うんですけども、第4回の安息日だけ異様に長いんですよ。他は結構あっさりしてるんですよね。殺してはならないとかね。盗んではならないとか。でも安息日のとこだけむちゃくちゃ行数があるんですよね。これもしかして安息日っていうことがそれだけ強調されたということかもしれないですね。はい。で、ここ読み上げることちょっとしませんけれども、ちょっと考えてほしいのが、これを読みながら、仕事をしないっていうのが全てですね。ここに書かれているのは。はい。安息日の規定は仕事をしないということです。で、問題は誰がっていうことですね。誰が仕事をしないのか。はい。それが赤文字にした部分に書かれてますね。たくさん入ってるんですよ。まず、あなたです。で、あなたの息子や娘も入ってます。ということは、これ現代に置き換えますと、まあ、子供にとって、仕事って勉強することですよね。学校に行ってて。
でもし月曜から金曜日まで学校行って土日も塾に行ってるとしたら、それって安息日的にどうなのってことになりますね。結構現代にも通じる教えだなと思います。はい。で、男奴隷、女奴隷、これ雇い人ってことですね。つまり、まあ、経営者は従業員を休ませなきゃいけないよっていう話です。これで終わらないんですよ。なんとですね、家畜が入ってるんですよ。安息日って人間に与えられた規定だと私たち思いすぎてるんですけど、実は家畜もその中に入ってます。生き物ですね。牛とか豚とか、まあ、豚はね、家畜じゃなかったかもしれないですけど、ユダヤ教だからね、牛とか羊とかですかね、休んだんですよ。はい。で、それで終わらず、町囲みにいる寄留者、これ、まあ、ユダヤ、まあ、イスラエルの中にいる外国人ということですね。この人たちも休まなきゃいけないよと。ここから分かるのは、あなた、つまり個人だけでなく、共同体、かっこ社会も休むんだよと。で、社会だけでなく、家畜、つまり被造物も休むんだよと。これ、実戒じゃなくて、他の立法の箇所には、神様は土地の安息年というのも定めてます。一定年数土地が何かを生産したら1年間休ませなさいって書いてます。で、これ科学的に証明されてまして、連作を続けますとですね、土地の中の窒素がなくなってくるんですよ。でもそれ1年休ませますと、その中の微生物とかね、ミミズとかが出てきて、それがまた死んで窒素を固定して、そして生産力を回復するっていうことが今分かってきてます。で、神様それご存知だったわけですね。つまり神様はすべての被造物を休むことを前提に創造されたということが言えると思います。ケン・シゲマツというですね、この人日系のカナダ人の牧師なんですけれども、この人が賢者の生活リズムという本を書いてまして、これも命の言葉書です。で、先ほど紹介したエクササイズという本とかなりよく似た本なんですよ。人は、努力では神に似た生活をすることはできないよという前提のもとに書かれた本です。で、それもそのはずで、ケン・シゲマツさんの霊的メンターは誰かというと、ダラス・ビラードさんという牧師なんですよ。で、さっきの、ブライアン・スミスですね。エクササイズの著者のブライアン・スミスさんの霊的メンターは、ダラス・ビラードという人なんです。なので、同じ人がメンターなので、まあ、似た本になると。で、ケン・シゲマツさんがですね、この本の中で安息日のことを書くのに一章割いてるんですけども、その中にこういう会話が紹介されるんですね。それは自分の霊的メンターのダラス・ウィラードさんに、相談したんですよ。それは、こういう相談だったんです。安息日に私はマウンテンバイクでね、長距離走ってるんですよと。で、まあ、牧師なので、日曜日仕事ですから、月曜日を重松先生は当ててたわけです。で、月曜日にマウンテンバイクで走るっていうのがすごい気持ちいいからやってたんですよ。で、これって、でも、長距離走ってるし、まあ、さっきのユダヤ人で言うともうアウトですよね。1回、2回エレベーターで行ったらもうダメなんだから。長距離マウンテンバイクで走るのはアウトだと思うんですけど、でも、ダラス・ウィラード先生に聞いたんです。これ、ちょっと大丈夫ですかねと。そしたら、ウィラード先生はこう言ったんですね。マウンテンバイクに乗るのは、健康増進のためなんですかって聞いたんです。で、重松先生はですね、いや違いますと。健康のためにはまた別のことをしてますので、これは健康のためじゃないんですよと。ウィラード先生はこう聞きました。レースかなんかに出るために練習してるんですかって聞いたんです。そしたら、重松先生はですね、いや違いますと。楽しみのためですと。マウンテンバイクに乗るのが大好きなんですと。で、ウィラード先生はそれを聞いて、それならば OK です、と答えたと。はい。この章でこう、重松先生言ってるんです。私はウォータースポーツも好きです。水泳、セーリングやカヤックに乗ることは私にとっては祈りの経験です。安息日に美術や音楽、読書を満喫する人もいるでしょう。あなたにとってどのようなものが命を与えますか？あなたが命にあふれ、神の臨在を感じる趣味を選んでください。たとえそれが一人で行うものであっても、それを行った後、より人に仕えられるようになります。安息日のルールは、自由に神を楽しみ、すべてにおいて神を崇めることです。それは、普段とは違った食事をする日であり、昼寝をする日、愛する人と過ごす日、自然やスポーツ、音楽を楽しむ日、礼拝し、神と命の賜物を共に祝う日です。安息日はすべきことを捨て、あなたを再び創造、リクリエイトする神を認めるものですと書かれています。はい。
というわけで、今3ポイントね、安息日とは何か、安息日は何のためにあるのか、安息日に何をするのかということをご紹介しました。ここまでのですね、理解度をちょっと測るために安息日クイズというのを出したいと思います。はい、問題、この中で安息日に適切なのはどれですか、そして適切じゃないのはどれですか、ちょっと分類してみてほしいんですね。ジョギング、1日寝ていること、小旅行に行くこと、テレビゲームをすること、小説を読みふけること、テレビをダラダラと見ること、映画を見に行くこと、夫婦でディナーをすること、スキーに出かけること、聖書を読みゆっくりと祈ること。この中でどれが安息日にありで、どれが安息日になしなのか、ちょっと心の中で分類してみてほしいんですね。はい、じゃあ答えをね、発表します。答えはですね、それをするときに完全にリラックスできていて、仕事のことは完全に忘れていて、それをする目的が何かの役に立たせることでないなら、全部 OK です。はい、全部 OK なんですよ。それをする目的が、これ、霊的な理由を含めですよ。何かの役に立たせることだったり、それをすることが義務に感じたり、それをすることでリラックスできないのなら、全部 NG です。他のことをしてくださいということになるかと思いますね。はい、終わりに、なぜ私たちは休むのかということで、もう一度質問しますと、どっちが聖書的でしょうクイズです。 A さんは働いてヘトヘトになったから休もうと思います。動いてそれから休むんですね。 B さんはまず休もうと、そして力をためて働こうと、休んで、そして動く。どっちが聖書的でしょうと。ここまで聞いてきた方は、まあ、B さんというのが答えになるかなと思うんですね。で、実際それ正解なんですよ。創世記一章で6回繰り返される言葉に、夕があり、朝があったというふうにあります。つまり神様のリズムは休んでから動くんですよ。はい。で、順番では B さんが正しいです。だけど、実はどちらも聖書的ではないという話を最後にしたいと思います。船の右側というですね、クリスチャンの雑誌がございまして、その中でアブラハム・ヘッシェルっていうですね、これユダヤ教のラビで、まあ、哲学者なんですけど、この人が安息日の現代的意味という本を書いてて、その中のその本からの引用があったんですよ。それが非常に面白くて、こう書かれてるんですね。古代ギリシャの哲学者アリストテレスの影響を受けたキリスト者は、これつまり私たちのことです。つまりアリストテレスって西洋の父と言われてますから。で、安息日を次の活動を促すためのくつろぎの日と位置づけている。しかし、それは聖書の精神とは異なると。聖書的精神にとっては、安息日は失われた体力を回復して明日の労働を引き受けられる状態になるためにあるのではない。安息日は生命のための日である。人間は重荷を運ぶ牛馬ではないと。安息日って何かのためにあるんじゃなくて、それ自体が命の日なんだよということですね。はい、私たちはなぜ休むのか、今まで私はですね、説明してきたわけですけれども、よりよく働けるからでしょうか、休んだ方が。これまあ、吉越さんがおっしゃっているように、そうかもしれないですね。これ正しいんですよ。神様を礼拝するためでしょうか、重松牧師が言っているように。これも正しいんですよ。で、健康のためでしょうか、これも正しいと思いますね。休まないということがあらゆる疾病の原因になるということが最新の医学で分かってきてますから。はい。で、全部間違いじゃないんですよ。でも、全部究極の理由ではないんですね。じゃあ、究極の理由って何なのということが、ヘブル書の4章にヒントがあるなと思ったんですね。ご紹介します。こう書かれてます。なぜなら、神は第7日についてあるところで、そして神は第7日に全ての技を終えて休まれたと言われ、その上でこの箇所で彼らは決して私の安息に入れないと言われたからです。で、この後長い説があるんです。これ何かというと、出エジプトの時に荒野を旅した民が、偶像礼拝とか神を信頼しないとかっていう罪によって、彼らは安息に入れないよって神様に言われるんですよ。で、あなたたちはその霊に、まあね、新しくされたクリスチャンはその霊に
習って、安息に入れないようなことのないようにしなさいと勧められています。そして、従って、安息日の休みは神の民のためにまだ残されています。神の安息に入る人は、神がご自分の技を休まれたように自分の技を休むのです。はい、ここに答えがありますね。安息日の究極の理由、これは何かというと、神に似るためなんですよ。人間って神に似せて作られたんですね。つまり私たちは神に似るときに最高に神の栄光を表してるんですよね。で、神様って働かれる神でもあります。だから私たちが一切働かないとき、それは神に似てるとは言えません。でも私たちが働くだけで休まないならば、そのとき私たちは神に似てないんです。神は休まれる神でもあるから。なので私たちは休むんですね。それは安息の神、このお方に習うためでもあります。じゃあお祈りしたいと思います。天の父なる神様、あなたが摂理を持って、この被造物を、休むように、休むことを前提に作られたことを、今日覚えました。今お祈りいたします。